外しました。この中にプラスチックを入れます。これが油を作る原料になるプラスチックですね。ちっちゃい装置のいいところはクラッシュしない、そのまま袋のまま形のあるまま入れられるんで、油になるっていうことが分かりやすい。これでスイッチを入れます。これで今ヒーターの温度がどんどん上がり始めて、プラスチックが溶けてガス、液体になります。液体が沸騰してから、ガスがここを通ってこの中に入ります。でこれは水道の水なんですけど、この水の温度でガスが冷えて液体に戻ったやつがこの水の上にだんだん溜まっていきます。このできた油は混合油なんで、このままだただ燃やすのには大丈夫なんですけど、これをさらに蒸留してガソリン、ディーゼルオイルとか灯油とかに分けて、それで使いますね。分ければ車でも使えるし、バイクも OK ですし、発電機だとかボイラーだとかストーブとか、普通の、石油と同じだけの使い道があります。 1kg のプラスチックからだいたい1リッターできます。 1kg のプラスチックを燃やすと3キロの CO2 に化けるんです。でもそれを電気の力で熱を加えて石油に戻す、この時点で 80% ぐらいの CO2 を削減したことになるんです。